城南予備校は、1961年度に、川崎に設置された、大学受験予備校。2019年度末をもって、全校舎閉校。各種学校として、1961年に、川崎に開校。1982年経営支援を目的に、株式会社城南進学研究者が設立されると、これを母体に多校舎展開を開始。神奈川県。 東京都、埼玉県、千葉県に校舎を設置するに至った。しかし、少子化の影響から収益性の低い集合授業を全面的に見直すこととなり、2019年度末で全校舎を閉鎖して、城南予備校ブランドによる集合授業事業からは全面的に撤退した。同社が運営する城南予備校デュオに名前を残しているが、授業内容は、 全く異なっている。予備校の運営は、1999年4月に、ジャスダック市場に上場を果たした、株式会社上南進学研究者が行っていた。生徒第一主義を基本理念とし、プロ講師、教科アドバイザー、そしてチューターを前身とする、進学プロデューサーが、生徒一人数とに、進路指導を行う、トリプル3システムに特徴があった。 校舎は、地盤の神奈川県を中心に、東京都、千葉県、埼玉県にも進出したが、開校最終年度の2019年度には、横浜校、町田校、湘南藤沢校、自由が丘校、立川校、南浦和校の6校舎にまで縮小されていた。かつては、CM やポスターに、若手モデルやアイドルを起用していた。現役生及び老人生対象。 生徒全員につく社員の進学プロデューサーが学習計画のアドバイスや出願方法のサポートなどを行うことを売りにしていた。受験カウンセリングという発想、本気なら上難予備校、本番に強い論理的な思考力などをキャッチコピーとしており、2010年からは現役合格保証を全面に押し出して集客を図ろうとしていた。また、進路指導には当初は、 全頭模試を用いていたが、多校舎展開で、河合塾との圧力が生まれるようになり、最終的には、真剣模試のデータを使用するようになった。2020年度からは、AI 教材、頭、を使う個別指導と、プロ講師による、少人数の演習指導を中心とした、上難予備講ーをュと業態を全面的に転換した。この結果、 上南予備校ブランドで行われる集合授業は一切存在しなくなった。また、上南予備校に出向していた非常勤講師は全員が業務委託契約を契約解除されたため後継授業に関与した講師は社員を除くと少ない。このため、プロ講師というのは学生アルバイト講師ではなく社員講師という意味に過ぎない。 城南進学研究者によって設立された個別指導コースの名称である。全身はカブス。予備校内に併設している教室と個別指導専門教室が存在する。講師一人に生徒二人までの完全個別指導スタイルで小学生から高卒生を対象に指導をする。個別指導塾の中では大学受験予備校を母体に設立されたという経緯から 大学受験に対する進路相談や学習計画の立案も積極的に行っていた。直営校のみならず、フランチャイズ展開も実施している。フランチャイジーは小規模な教室が多く小学生、中学生が多い。最もニーズがある、公立高校の受験に対しては、組織的に研究をしている様子はないが、リセマムによると、近年進学会、学研ホールディングスと、 資本提携したことから、今後は、積極的な研究が行われる可能性も、考えられる。ただし、城南進学研究者自体が、河合塾、マナビスのフランチャイジーとなり、収益の柱としつつある点を考慮しておく必要がある。ありがとうございます。